こんにちは、ラジカルトラベラーゴーストです。今回から満を持してスタートいたします。テネシーで学んだ経験をシェアしてみたいと思います。テクニックを伝える前にお伝えしておきます。私が学んだタクティカルレスポンスという学校は全米でも最も過激なスクールと言われており、まず銃はこのように初弾を常に装填した状態で運搬するということを義務付けられていました。これに関しては安全面で非常にクレームが立つということがあるんですが、まあ、こちらは一つの学校の考え方だと思って聞いていただけるとありがたいです。ということでまずは効き目の話からしていきます。人間は両方の目で見ているようで必ずどちらかの目をメインにして見ています。なのでサイトを覗いた時に効き目が選定されていないと、覗いた時にどっちを覗いているのかということが分からなくなってしまいます。なので効き目の決め方は今から教えていきます。このように手を前に出して輪を作ってください。このようになってます。そしてこの輪を顔の方に近づけていきます。ずっと近づけていきます。穴を覗いていますが、近づけていくと必ずどちらかの方に目でこのように見ているはずです。それがあなたの今見ている目があなたの利き目になります。射撃に向いている利き手と利き目のコンビネーションは、利き目が利き手と同じ人が射撃に向いているといいます。ちなみにピストルの場合はこのまま首をかしげるだけで見ることができるんですが、ライフルの場合、銃を安全にした状態で説明します。このまま鼻がストックに当たってしまわないと最悪見えない状態です。今ちょっとセッティングの状態で僕はこの状態は見えてません。縦から見るとこんなになってしまいます。最終的なゴールとしては効き目と利き手は区別なく使えるようになることが目標になります。これは後々の解説動画で解説していこうと思います。それでは効き目が決まったら、次は銃の握り方について解説していきます。残弾が入っていないか確認してください。確認が取れたら右手はまず V で握ります。 V で握るというのはここの手の骨の延長線上にあるこの骨、そして親指の関節の奥にある骨の交差点の合わさったところを探してください。ここがあなたの中心点です。で、中心点が見つかったらフロントサイトとリアサイト、これを一直線に並べた場所と先ほどの交差点、こちらを並べます。それがあなたの中心のラインです。中心点を出すことができたら、そのままナチュラルに前後のテンションをかけて握ります。これが右手の V クランプと言われる握り方になります。 V ができたら次は左手は C の字に握ります。イメージとしては親指両親指を揃える感じで、このスライドリリースレバーの先に当てるんですね。当てたらそのまま手を包んであげてください。こうです。そして握る方向は横です。横にかけます。なので理想としては左右の親指が揃っている状態が理想になります。繰り返しますが、右手が V、 左手が C で、右手が前後、左手は左右にテンションをかけるということを忘れないようにしてください。実際に皆さんも、矢が安全な状態にして試してみてください。親指を立てて銃口を正面から押してみましょう。押してみて耐えられるでしょうか、耐えられるでしょうか。多くの人は負けてしまうはずです。ではテイク2いきます。右手を離した状態で左手で C クランプします。そしてこのように親指を銃口と同じ方向に揃えた状態で押してみます。いきます。どうでしょうか。グッと耐えることができるはずですね。この理由としては手のひら全体を
グリップに余すことなく掴めているからですね。コツとしては手のひら全体をグリップパネルに当てるイメージなんですが、そのイメージをつけるトレーニングに最適なのがこのペットボトルになります。握り方は V と C でこれをグリップに見立てて握りましょう。このまま握って手のひらがきちんと全体をつかめる位置からしてちょっとテンションをかけながら握ってみます。この時に手のひら全体に握った時にペットボトルの感触が伝わっていればその握り方は正しいというので、例えば、日常生活、電車の中とか勉強中の合間の休憩とか、そういった時にペットボトルでイメージトレーニングを使うのもいいかもしれません。最も基本的なライフルの握り方もピストルの応用でなんとかなります。右手のグリップを V、 左手を C で握って親指を揃えたら、そのままハンドガードを前の方に持ってくるだけです。そういう操作ごとで銃口と親指が一緒になります。ただこの構えをする上で一番得なのはストックを伸ばしきることですね。自分の体型ギリギリに調整したら肘がピンと伸びる位置で止めてあげます。これが短かったりすると手全体に重さがかかってしまうので、こちらの筋肉が疲れてしまうということなんですね。さあ続いてはサイトの使い方になります。どんなに構えや握りがしっかりできたとしても、サイトをしっかり狙っていなければ当たるものも当たりません。ここでクイズになります。さあフロントサイドとリアサイドと向こうにターゲットから出します。このように焦点を合わせられる場所は3つあるんですが、さあ焦点を合わせるところはターゲットかフロントサイドかリアサイドかどちらでしょうか。正解はフロントサイドになります。このようにターゲットに焦点を当てているとこの銃自体がぼやけて見えてしまいます。リアサイドに焦点を当てていると今度はターゲットがぼやけてしまいます。なのでフロントサイドに焦点を当ててどちらもわずかにぼやけて見えるという状態が理想的なサイトピクチャーとなります。それでは適切なサイティングができるように僕と一緒にエクササイズをしてみましょう。やり方は簡単です。ハンズアップの状態からゆっくりとノールックで銃にかけます。手をかけます。そしてホルスターのロックを外したら、抜くときに銃口がブラブラすると自分の足を打ったりするかもしれないので、ゆっくりと銃口下に向けます。向けて親指と親指を揃えてください。親指と親指を揃えます。揃えてそのまま V と C で握って前へ出す。その時にフロントサイトを覗いてサイティングします。できたらこれはできたら今までと逆の動作で戻してホルスターに入れます。もう一度いきましょう。ハンズアップからドロー、そのまま持ってきてサイト戻して逆回しのようにしてポイントとしては、ノールックなので、最初は見ても構いません。最初は見て、ちゃんと銃口を常に下に移動させて、移動させて、移動させて、持ってくる直前で初めてターゲットを捉える。そのまま行く。ということをやってください。リガーの引き方になります。いくら正しいグリップができていたとしても、フロントサイトが、正しく覗けていたとしても直前のシュートで引っかいてしまったり押してしまったりということがあり、着弾が左右にずれてしまうなんてことがあったりするわけですね。まっすぐ力を加えてギュッとゆっくりと最初は力をかけていきます。薄い氷を指で押しているイメージでギューッと押します。ギューッと力をかけて力をかけてかけていってかけていってかけていって最後パキって割る感じでというふうに打ちます。そしてその時に指を離さないでください。でこのまま音を聞いてください。いきます。
指を離して力を抜いていくと、さっきカキッと音がしたはずです。ここが、トリガーのベストスポットになります。このベストスポットを逃して打ってしまうと指が離れちゃいます。離れて押したり引いたりする原因になりますし、このスイートスポットを達成する前にトリガーを押してもこのように打つことができません。例えて言うなら、これは太鼓の達人とかリズムゲームでパーフェクトをやっていくイメージですね。なのでこれが どういう時に大事になるかというと、連射のシチュエーションです。連射の時にこの乱暴のトリガーワークをしていれば左右にずれてブレブレな弾道になります。ちゃんと正しくフォローするとリセットすることができていれば、いわゆるカチッと音が出す状態、リセットって言うんですけど、というふうにスムースなトリガーが弾けるようになるわけですね。